皆さんこんにちは、こんばんは。今回は美少女戦士セーラームーンツインウエハース復刻デザインプラカードコレクションワンボックス、頼んでいたものが届きました。これ届いて箱開けてびっくりですよ。縦に長いんです。ドーンってびっくりだよね。普通あのウエハースっていつもなんかあのいつものね感じだとこうこんな風な箱じゃなかったのでびっくり。でこれね、全部であのここに書いてあるけどプラカード1枚入って 1個に1枚入ってて全部で15種なんだけど、この箱にはなんと14袋しか入ってません。ということは1枚出ないっていう結果になりますね。まああの全部被らず出ればね。ということで1枚出ないっていう、どうしようかな。まあとりあえずねワンボックス買ったので開けていこうと思うんですが、これねプラカードって書いてあるので、いつものねデータカードを出すみたいなペラペラのじゃなくてね、ちゃんと硬いカードっていうのがいいよね。でこのねホロカードっていうのが7種類入ってます。で絵柄がねこの両脇に一部載ってます。いやー楽しみです。で中にはねあのウエハースなんでウエハースが入ってるんですね。ここに書いてあるけどこんな感じで、はい、じゃあ開けていきましょうか。どうやって開けようか。これあのね箱ね取っておきたいんだけど、まあ、取っておくとこれ結構かさばるしねもったいないけど結局捨てちゃうので、まあ、ここから開けましょう。さあオープン。綺麗に開けられるか。いいよ。これねちょっと開けるのが大変だ。おおすごい縦に長い。よ、じゃあオープン。おお、え大きいな。はい、このパッケージすごい可愛いというかすっごい大きい。もう想像してたよりもすごい大きいパッケージが。すごいな。ウエハースが、あ、長いウエハースが入ってるっぽい。で、このウエハースがスティックウエハースココア味2袋入りなんで、ウエハースってウエハースがとカードがついてるのって、もう開けちゃったらそこからもうどんどん湿気てっちゃってねどんどん美味しくなくなってっちゃうけど、これだと中にねちゃんと袋に入ったウエハースが入ってるので湿気ないね。なんでこれが期限が来年まで持つみたいだから、来年までねゆっくり食べられるってすごいいいと思う。でしかもね女の子に嬉しい鉄とコラーゲンが入ってる。すごいいいね。すごい袋も可愛いしすごいいい。そしてこの昔のね感じすごいいいよね。このクリスタルとかの絵じゃなくて、私はこっちの昔の絵の方が好きなんですごく嬉しい。そしてね復刻のカードいいね。これとかねすごくいいよね。2人で一緒に攻撃っていうね。で今回のカードリストこんな感じになってます。懐かしいイラストがたくさん。お、裏がねすごい。裏面はオリジナルデザイン。あ、ということは裏は復刻じゃないってことなのかな。じゃあ早速開けていきたいと思います。1つ目、まずウエハース見てみようか、どんな感じなのか。じゃあまずウエハース。おーすごい、ウエハースのね袋もすごい凝ってるんじゃない。すごいかわいい。それではカード1枚目です。おー、カードのサイズは普通のサイズでよかった。あ、裏なんか書いてある。あ、このね次カード出す復刻デザインコレクション3が出るのでね、これもすごく楽しみ。はい、それでは1枚目はこちらです。4人の素顔。でもちゃんとねプラカードなんでしっかりしてます。でこれウエハース
裸で入ってないんで汚れないけど、ちゃんとねこう袋に入ってるのがいいね。傷とかつかない感じで。はい、裏はこんな感じになってます。いいじゃん。3番だ。3番のカード、教えてセーラームーン。あ、すごく裏も可愛い。それではじゃあ2つ目これね、全部で14袋しか入ってないから何かが出ないんだけど、何が出ないのかね。そのものによってというか、全部揃えようかどうしようか悩んでるんだよね。はい、じゃあ2枚目。あー、ちびうさー来たー。ちびうさー可愛いね。一生懸命走ってる感が出てる。ほっぺも赤くて可愛い。裏をプリンセス、ウサギ、スモールレディ、セレニティって書いてある。で、これは11番だね。じゃあ3つ目。はい、じゃあ3枚目。おお、これがホロカードというものですか。夏の孤島でバカンス。あ、ちぶさもちゃんといるし。裏は、あ、教えてセーラームーン。12番。さっきが11だ。これが12番。はい、じゃあ4つ目。4枚目は、お、うさぎ、かわいい。うさぎとルナの出会い。おーおーおお、あのね、絆創膏を剥がしてあげたんだよね。いいね、一番最初のとこだね、これね。裏はこんな感じになってます。1番だ、これ1番のカードだ。それでは5つ目です。さて5枚目。おー、あやかしの4姉妹出た。裏は、教えてセーラームーン、あやかしの4姉妹。7番。次、6つ目です。さて6枚目。おーこれ好きなシーンだ。これすごくなんかおしゃれな感じ。なんかね、この両脇のこのデザインとかすごくいいよね。はい、裏は14番、教えてセーラームーンでした。はい、じゃあ次7枚目だ。7つ目。7枚目は、おお、麗しき戦士たち。なんかいい感じだね。ちゃんとみんな映ってルナとアルテミスとね。裏はこのセーラームーンって書いてあって、変身の時に言う言葉が書いてあります。これは5番のカードです。開けてる途中でね、何枚目かちょっと分かんなくなってる。じゃあ次8枚目は、おお、ホロカード、セーラージュピター&ヴィーナース。いいね、この光り方かっこいい。お、裏は、あ、ジュピターとヴィーナスのこのプロフィール書いてあります。これは10番。じゃあ9個目かな。9枚目。お、マモちゃんとチビウサ。これもね、普通のカードも若干なんか光ってる感じがする。裏は、教えてセーラームーン。で、8番。10枚目。10枚目のカード、おー、さよならチビウサ。すごいいいカードだね、これ。これは15番です。あ、15、一番最後のカードだ。11個目。おー、一番いいやつ。これすごい小さい頃好きだった絵。にセーラームーン。後ろは、お、セーラームーンのプロフィール。2番だ。これホロカード全部出るかな。今1、2、3、4、5、5種類出てる。あと2枚出ればホロカードは揃えたいね。じゃあ次、12かな。
ジム2枚目。おー、これね、CM に行く前のやつだよね。前とその CM 終わった後のこのね、つなぎのところでよく見た絵です。後ろ、あ、乙女のポリシーの歌詞が書いてある。6番、これね、小さい頃よく歌ってたな。あと2個になりました。13個目。なんかコロが1枚出ない気がしてきた。さて次は、おー、ホロ、これいいやつだ。これいいよね、この2人のこの感じ。命燃やして、いやー、いいねいいね。後ろは教えてセーラームーン、13番で、これでホロが6枚出たかな。 1,2,3,4,5,6 枚、あと1枚出ないかな。ホロ連続で来ないような気がするんだよね。はい、次、最後ですね。最後14個目、何かワンボックス買ってホロが何か1枚入ってない感じになってるのかな。じゃあ最後、あれ、最後かぶったよ。いや、かぶるの予想してなかった。何かノーマルのね、カードが何か違うのが出るんじゃないかなと思ったけど、1枚かぶれっていう。ってことはあと1枚でコンプじゃなくて、あれだ、全15種だからあと2枚。あー、ということでワンボックス開封してみたんですが、まさかの1種類かぶるという、びっくりした。これね、あと1枚でコンプっていうのを想像してたんですけど、まさかね、かぶるとは思ってなかったです。で、これ確認してみました。そうするとこの4番のね、鏡の向こう側っていう、多分これだと思うんだけど、これが出てなくて、あとね、あとこのセーラーマーズとマーキュリーのホロが出てないみたいです。これね、結構プラカードでしっかりしてるし、ちゃんとね、しっかりこの袋に入ってていい感じなので、もしかしたらまた買ってね、フルコンプ目指そうかななんて、どうしようかなとちょっと悩んでおります。でもね、結構いい感じなんだよね。これもね、かぶってもこういうカードってね、ホロですごい可愛いから、何枚持っててもいいかなって思うので、もしかしたら買うかもしれません。それでね、もうこれ2が決まってるんだよね、このウェハース2は。なのでまたね、この次のツインウェハース2もワンボックス開封多分すると思います。うん、するな多分。なので次、ツインウェハース2が出たらまた買ってね、開封したいと思います。それではまた。